ける熱いビートに迫ります。先週に続いてなでしこジャパンの攻撃の中心的存在、川澄奈穂美選手です。去年アメリカ女子プロサッカーリーグのシアトルレインに移籍した川澄選手、海外移籍して得られたこととは何だったのでしょうか。そしてなでしこジャパンが連覇を狙う FIFA 女子ワールドカップカナダ2015についても伺いました。川澄選手は2度の週間 MVP、 そしてベストイレブンに選出されるなど本当に大活躍だったんですけれども、これはアメリカ女子プロリーグでは日本人選手として初めての快挙なんです。この結果についてはいかがですか。それは知らなかったです。日本人選手で初めてっていうのは、はい、知らなかったですし、まあ、でも本当にそうやって選んでいただけたことは光栄なので、こう日本人選手を認めてもらえたというか、それはとても嬉しいので、まあ、その経験をどんどんこれからのサッカー人生に生かしたいなと思います。アメリカから帰ってきて日本で改めてプレーして景色って変わりました。変わりました。なんかこんなに変わるんだなっていうぐらい、はい、すごい周りがよく見えるようになりましたし、はい、プレースピードもこういい意味でゆったりできるようになったというか、まあ、余裕が生まれたんだと思うんですけど。それだけアメリカのリーグは早かったってことですか。はい、まあ、そうですね。プレッシャーもすごく早いですし、はい、相手のプレースピードもすごく早いので、それの一手二手先を考えて動かなければいけなかったですし、その考えるスピードも早めなければいけない、実際に動くスピードも早めなければいけないということで、そこは日本では経験できない部分だったと思います。かなり体を鍛えていらっしゃるというのを聞いたんですけれども、理想は獣の体とか野獣になりたいだとかそういったね、雑誌などで拝見したんですけれども、はい、野獣ってどのようなイメージですか。なんかもう元々動物がすごく好きで、はい、動物ってこう生きるために生きてるじゃないですか。そうですね。なんかもうその生きるために鍛え抜かれたあの体ってすっごいかっこいいなって、はい、無駄なものがなく、なんか憧れるなっていう特にどの動物とかはあるんですか。チーターかっこいいと思いますなんか川澄選手にぴったりですね。もう顔ちっちゃいし手足長いし体もすっとくびれてるし、はい、かっこいいなと思って、はい、いつも見てますね。さあトレーニングされてる時もチーターをイメージ、はい、意識してかなりこだわり強そうですね。そうですねそもそも川澄選手がサッカーを始めたきっかけというのは何だったんですか。3つ上の姉がいるんですけど、はい、姉と父とサッカーを見に行って姉がやりたいと言い出して始めたんですよ、はい、で私はまだ当時幼稚園だったので、はい、近くの小学校のサッカー少年団でも私のとこは少女だったんで、はい、少女のチームが小学校2年生からしか入団ができなかったんですけど。少女のチームがあったんですか。そうなんです。それもまたね、今ではもうね女子サッカーといえば人気ですけど、当時珍しかったんじゃないですか。はい、でも私が小学校の時は出身が神奈川なんですけど、はい、神奈川県すごい女子サッカーが盛んで、はい、当時私が小学校 5,6 年生ぐらいの時は県リーグに出てるチームが 4,50 ぐらいあったので。それはすごいですね、はいじゃあもうそういった女子サッカーにとってもいい環境で。そうですね。なので結構周りでは珍しく男子のチームには入ったことがない選手なんですよ、はい、私自身が。澤選手とかはね、そうですね、男性に混じってプレーされてたということでした、ね。はい、結構周りの、ね、チームメイトも小学校の時は男子でやってたっていう子は多いんですけど、私はもうずっと女子一方で、はい、じゃあお姉様が先にそこに入られて。そうです。で私もそうです。もう幼稚園の頃から一緒にくっついてて、はい、まあボール蹴ったり砂遊びしたりして、で2年生からちゃんと入団して始めました。どうでした。初めてサッカーボールを蹴ってみた時から楽しいなって感じました。もともともう外で遊ぶのが好きな子だったので、はい、体を動かすのが好きだったので、もうサッカーも
もう自然と多分好きになってったんだと思います。だそのサッカーでプロになろうって思ったのはいつだったんですか？はい、私の記憶の中では、はい、小学校6年生の卒業文集で、はい、あの当時なでしこリーグまだ L リーグって呼ばれてた時代だったんで、はいはいはい、そうですね、L リーガーになるって書いてたんですよ。またそこでももう断定して。そうです。もうそのやっぱり決めたものはなるっていう精神は小さい頃から身についてたものだったんですね。まあそれが一番初めて夢を持った時かなって思ったんですけど、はい、ワールドカップ終わった後ぐらいに同級生のお母さんが2年生の時の文集を、はい、引っ張り出してきて、はい、じゃそれにその2年生の文集にすでにサッカー選手になるんじゃって書いてあったんですよ。なるんじゃじゃあ そ, うかいい、まあ、そこがねまたちょっとえって感じなんですけど書いてあったので、だからもう小学校2年生の時から思ってたんだなと思って。だって小学校2年生からちゃんとそのねクラブに入団したっておっしゃってましたよね。そうですね。もうだからボール蹴り始めた頃にはもう多分楽しくて仕方なくてずっとやってたいって思ってたんでしょうね。すごくないですか？ご自身でもびっくりしませんでしたか？そうですね。6年生の時はさすがにもう大人ではないですけど、はい、ある程度ねあのちょっと物心はついてる。そうですね、はい、なのであ書いたなっていうのもちゃんと覚えてたんですけど、はい、まさか2年生の時に書いてたとは思ってなかったですね。かすみ選手みたいになりたいっていうお子さんもたくさんいらっしゃるだろうなと。来てくれると嬉しいですね。何かそういった、まあ、少年少女たちに何かアドバイスありますか？うん、まあ、あのスポーツに限らず絶対自分の好きなことっていうのはあると思うので、はい、こうそれをずっと好きでもっと知りたいって思ったりもっと上手くなりたいって思ったりこういろんなことにこう興味を示していけば必ずこう自分の夢に出会ってそれを叶えるための努力ができると思うので好きなことはとことんやってほしいなと思います。もうとことん川澄選手はそれでされたということですね。そうですね。もうとことんとことんやってる途中ですけど。じゃあ川澄選手にとって今の目標というのはどんなところになるんですか？まあ、やっぱり一番近いところでは今年ワールドカップがあるので、はい、まあ、まずはメンバーに入るところそこが一番大事ですけど、はい、もうメンバーにもう入ったっていう意識で常日頃からトレーニングはしているので、はい、本当に連覇に向けてクラブチームでいい準備をして必ずもう一度ワールドカップを日本に持って帰ってきたいなと思います。かすみ選手のお話を伺っているとこういつもイメージがクリアだなと思うんですけど、うん、もうそういったイメージも出来上がってますか？はい、そうですね。やっぱりイメージすることってすごく大事だと思うので、はい、あの2011年の時もそうでしたけど、はい、男子の例えばワールドカップ優勝した国とかがワールドカップをこう掲げたりしてるじゃないですか、はいはい、そこにいつもこう自分の顔当てはめて仲間の顔当てはめて私もあそこへっていうのは思っていたので、はい、まあ、本当に2011年それが現実になってもうあの時の感動は今でも忘れられないですしよくこう一度達成するとなんかこう抜けちゃったりとかこう、ね、モチベーションを保つのはって言われますけど、はい、逆にあの感動を味わってそれがモチベーションにならないわけないじゃないですか、はい、まあ、だから世界の強豪っていうのはずっとこう世界のトップであり続けるんだな、あれがモチベーションになってるんだなっていう経験をさせてもらったので、はい、もう一度頑張りたいです。その1次リーグではなでしこジャパン初戦でスイスと第2戦はカメルーンそして第3戦がエクアドルと対戦することになっていますが、はい、この組み合わせについてはいかがですか？はい、まあ、3チームともワールドカップ出場するのは初めての国なんですけど、はい、まあ、今大会から出場国がこう多くなったっていうのもあるので、はい、そういった意味ではいろんな国と対戦できるのは非常に楽しみですしただどのチームも4年前と全く同じチームが出るわけではないので、そうですよね、もう毎年違う国ですし、はい、まあ、どのチームにも絶対チャンスがあると思うので、はい、それが4年前の日本がそうであったように、はい、だからどのチームとやるのも気は抜けないですし本当に初戦から気を引き締めてやりたいなと思います。
川澄選手おっしゃった通り、まあ、優勝したメンバーとは選手の入れ替わりもあるかもしれないですが、その川澄選手らの経験者、その若手選手をまとめ上げていくっていう、そういった意識もあるんでしょうか。はい、そうですね、やはり自分がずっとサッカーをしていて経験してるってすごいなっていうのを、こうやっぱ先輩方を見ててすごく感じるので、はい、まあ、そういった意味では自分自身、今ワールドカップとロンドンのオリンピックと、まあ、昨年であればアジアカップだったり、そういうところを経験させてもらっているので、それをしっかりと自分が何ができるかっていうのを考えてピッチで出すっていうことが経験しているものの責任だと思うので、はい、それはしっかりと考えてやりたいなと思ってます。またね、4年前からさらに進化して、ね、アメリカのご経験とか、はい、いろいろ、ね、また進化した川澄選手、楽しみにしています。今日のゲストはなでしこジャパンで活躍する川澄奈穂美選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。